なあ、ハナ、俺別に悪くなくね？何言ってるの？もっと早く言ってくれれば。こんな恥ずかしいことしなかった。言わなかった。恥ずかしかったのか。俺、嬉しかったけど。なんか、お前のせいで本気で熱出たかも。ゆうくん、それ、ちょっと恥ずかしいセリフ。お前のフォローしてんだろ。なあ、もういいや。つかこれから何すんの？俺ノープランですけど。ゆうくんといれれば幸せだから何もしなくていい。お前も十分恥ずかしいこと言ってんだけど。あのさ、お前それ無意識？俺と二人きりで、ここが俺の部屋で、俺が男だって分かってそれ言ってる？言ってる意味わかるよな？まあ今は実家ですし、お前に手出してるところ母さんに見られたら俺の首が飛ぶから何もしねえけど、あんまり軽々しくそういうこと言うなよ。って何してるの？何って寝るんだよ。どっかの誰かさんのせいで俺は母さんにズタボロにされる予定があるので、体力つけないといけねえの。ごめんね。じゃあ私もう帰る。は？なんで？おいで。ほら、早くしろ。あらあら、お邪魔しました。はなちゃん、あの後変なことされなかった？大丈夫です。ちょっと恥ずかしいセリフ言われ。おい、こら、はな、てめえ。へえ、